皆さんこんにちは今回は豊臣秀吉の統一事業というところを見ていきましょうまあ、秀吉の年表形式の話の後にねどういうことをやってこれ全国統一政治の部分ですね成し遂げていったのかを見ていくような形今日はこれ大公検地に続いて人々まあ大名たちの統括というところを見ていくことになりますラインナップ見ていきますまずはま小政策として暗い道天正版なんてお金を作ったりあるいは五大老五武行 っていうところで、石田光成徳川家康という人物がそのもとで、秀吉のもとでね、力を握っていく、そういうことになります。はい、それでは中見実際見ていきましょう。豊臣秀吉の諸政策で順番に箇条書きになってますけれどもね、見ていくことにします。えー、直轄地を倉入地と呼ぶ、例えば 後で江戸幕府の直接地配地を天領幕領とか室町幕府の直轄地をこれ御領所って前にやったりしましたここ秀吉は蔵入地ねまあそこからの収入が秀吉の蔵に入ってくるそんな土地と思ってくれればいいかな約200万石ぐらいありましたそれから重要鉱山の直轄か佐渡相川金山石見大森銀山石見と書いて石見は今の島根県ねそれから読めるかな田島生野銀山 田島は今の兵庫県こういったところの金銀を直接支配しそこからの収入を手にすることでまあ経済を支配したと言ってもいいでしょうか経済を支配するということはこれ軍を支配するというところとこれ実はかなり重なってくるんだよね。 どういうことかっていうとま戦国時代が大好きなんて人が中にはいるかもしれませんこれ見てくれている人の中でただ実は大学入試なんでこれ戦国時代どうしてそういった大名が大きな力を得たのかというところも理解していきたいで実はその戦国時代がこれまあ、どういう人が力を握るかという時の大きなポイントにやっぱりお金は欠かせないんだよねまあ、軍隊を編成するにもやっぱりお金が鉄砲を買うんだとお金が人を雇うんだとお金が そしてこの時代のお金っていうのはいわゆる金銀がそのままお金だったんです。すなわち金や銀を生み出す金山銀山を手にするということはこれお金を手にするととといいうことと結びついただから実はですねここの金山銀山銀を手にすすするるとはすごく重要だったりする武田信玄のところで風林火山とか勉強した人いるかもしれません。なんだけど 武田信玄が、まあ、強かったのは間違いないんだけど、なんで武田信玄が強かったのかな。風林火山って言ったから。じゃ、あ他の人が風林火山って言ったら、すげえ強かったのかな。なんて話にもなるじゃない。要は、もちろん、いろんな要素ある中で、実は武田信玄は海金山という金を抑えてたんだよね。あるいは、これ、まあ、全国統一語っていう話だけど、岩見、大森銀山。これは誰が抑えてたか、毛利氏が抑えてたんだよ。 中国地方で毛利がこの後もちょっと出てくるけど大きな力を持ってたのはこの石見大森銀山という銀山を抑えたというのは大きかったということねはるか前に北条氏この秀吉と最後まで戦った北条氏の始まり北条宗雲ももともと京都にいたみたいなんだが金が出る伊豆に行った伊豆を抑えたというふうに実はこの金銀はこの時代すごく重要だ,ったんですだからこれ試験でも大事なんだよ金山銀山を抑えて。 経済を抑えただから日本を抑えることができたんだそういうつながりなのね、まあ、ちょっとちっこい文字になる実はこれ江戸時代でもうがっつり黄色いでっかい文字で勉強していくことになるからそこで一個一個場所も確認しますでちなみに江戸時代になる前秀吉も抑えてたんだよみたいに戻ってくるのが一番効率がいいやり方かもしれませんそれから天守大判。これはお金ですただしこの大判というのも江戸時代のところでしっかり勉強するから今は軽く触れるだけにしちゃいますが 恩賞用贈答用小判っつうのは実際にね使ったりしたお金になっていくんですが大判っていうのはこれ温掌用贈答用実際に使われたわけではないまあ記念コインみたいなそんな感じだったのね一応秀吉の時に金貨で天正という年号の時に天正大判が作られたっていうのを押さえておいてください。具体的な大判小判に関しては細かく江戸時代でやってから待っててください。後藤徳條なんていう人が作ったこんなお金になります。 ははいそれでは続いて五奉行と老とと、ね、五しし、まあ、大とこれは秀吉が晩年、まあ、死ぬ少し前の辺りの話でこういったふうに呼ばれたような人たちがいたということ、まあ、こうやって人が並んでます五奉行の中心として一田三成それから先入れちゃうと五大郎としては徳川家康これをしっかり押さえてくださいこの違いが大事は大事で五大郎というのは、まあ、これ有力な大名領地を秀吉から与えられてそこをある程度自分でしっかり支配している人 でこの五奉行の方は秀吉の部下秀吉というまあ言ってみれば天下を統一しているけど一番中心となる大名みたいなものまあ秀吉は大名じゃないけどねその秀吉という大きな勢力のもとにいるこの部下なんだよねだから直接彼らはあまり大名という言い方はしません。でまあそんなこれ五武行秀吉のの部下の有力者たち だから秀吉の部下だから例えば太閤検地なんかをこの彼らを中心にやってったりする検地奉行としてねこれが浅野長政浅野ですから浅井長政という似た人の名前がありましたけどもね別人ですから戦国大名浅井長政とは違いますから、まあ、ここ石段三成このあと関ヶ原の戦いなんかで出てきます。前田 増田長森、夏川正家、まあ、こんな人物が五武行と呼ばれるところ。ろ中心はやっぱりこの石田三成というところになりますね。できれば、それ以外の人たちも抑えてもらうといいかなと思いますが、ちょっと細かいかもしれません。そして、五大郎に関しては、なんて言ったって徳川家です。家康です。 その支配している地域がこれ関東地方なんて書いてありますね家康はまあ関東に根を張り秀吉から関東地方の支配権なんかを与えられでこれせっせと関東地方なんかの支配を進めていく最終的には秀吉が死んだ後に秀吉のまあ後を継ぐような形でその子供の代わりに中心となる秀吉軍のね豊臣軍の中心となる一田三成とこのあと戦うような勢力がこの関東地方徳川家康だんだんとまあ強く大きくなっていくんですね。まあ、それ以外に加賀 で前田利家前田利家それからきた秀家きたの「た」は「喜びが多い」という字ですから田んぼの「た」とかじゃないから注意それから毛利輝元ね毛利輝元それから小早川隆景そして上杉景勝ということでですねまあ小早川隆景死後五大老と呼ばれたなんていうところで6人いますけれども特に中心は徳川家康とあとは注意したいところとしてはここ毛利輝元ね 毛利元成戦国大名のところにいましたけどここは毛利元就の孫の毛利輝元ですから時代がちょっとあの須江春方をやっつけたなんて出てきたりした毛利元就とはちょっと違って少し後の時代なのでね人が変わってるから注意とあとは細かいですけど前田源夷前田利家ごっちゃにしないようにと。 まあとにかく細かいところをまず抑える前に、大きいところ。この五奉行の中心石田三成五大老の中心徳川家康。そして五奉行五大老の違い。まあ大名なのか、まあそうじゃない秀吉の部下なのか、というところを抑えるようにしてください。はい、それでは練習どんどん見ていくことにしましょう。まずは秀吉の小政策です。秀吉の政権です。 どれぐらいの直轄地ね、何とかと呼ばれる直轄地が、まあ量としては200万億ちょっとまあ220という時もありますけどそれぐらいの直轄地暗い利地というのを持ちその暗い利地と呼ばれるところ直轄地からの収入がその財源の中心をなしていた暗い利地なんて言います江戸幕府とかの天領とかね村町幕府の御領書との違いをまあ名前の違いをさえてちょうだいということでした次豊臣秀吉は恩賞用として まあ贈答用、音送用ですね。まあ金貨を鋳造します。天章、大版。まあなんとか用としてというのをこの音送用としてと覚えてじゃなくて、いわゆる流通したみんなが普通に使ったお金ではなかったんだいうところになります。ちなみに後でやると言ったけど、この大版というのは一応単位としては一枚十両。小版というのは一枚一両。だから。 小十、まあね、両の時も小判十枚百両の時も小判百枚この大判というのは実際にこれ取引の時にあんまり使うもんじゃありませんでした。そして御武行御大老ということですね秀吉の部下腹心の部下を五奉行浅野長政が一応形式的には筆頭だったというのを押さえておきながら、まあ、その中で事実上一番大きな力を握っていたのが石田三成という形このあとね ギガ原の戦いでも出てくる石田三成の「三つ」は横棒3本ですから明智光秀みたいに「光る」とか書かないようにしてくださいね。それから夏家正家前田玄唯増田長森、まあ、こんな人たちもいました。 まあちょっと細かいねマイナーキャラぐらいな感じでしょうかただその後五太郎はまた大事な人が出てきますね豊臣秀吉は有力大名五太郎として重要政務を合議していきました中でも関東地方を中心に勢力を握っていた誰々が五太郎の筆頭これはご存知徳川家康とねいうことになります 徳川家康が関東地方なんかを支配していたというところをしっかり押さえるようにしてみてください。<music> はい今回はちょっと何て言うのかなあんまりね複雑なところではなくてこんな人がいましたこんなものがありましたというところが中心だったかなと思います。前回の秀吉の小説作あるいはその前の秀吉の天下統一のところと合わせながらしっかり勉強するようにしていてください。